慌てんなってモンスター。ダブルファンドライヤーモンスター。小泉世紀慌てんなって。大風量、2つのファンとマイナスイオンがより早く美しい髪へと導きます。行ってきます。期待しかない。新時代の爆風ダブルファンドライヤーモンスター。小泉世紀。このまま青酒で。よろしくお願いします。ダブルファンドライヤーモンスター。はい、OK です。せーの。ダブルファンドライヤーモンスター。ありがとうございました。まず今回の撮影でこだわったところや工夫したところはありますか？はい、今回は髪の毛にすごいケアをして意識したんですけど、撮影の時にどの動き、どの流れでその綺麗、髪の毛をきれいに見せれるかっていうのを意識しました。ありがとうございます。次に今回の CM はドライヤーの進化がテーマですが、はいはい、黒崎さん、モデルさん、女優さんなど様々な進化をされています、はい、日々進化する上で何か心がけていることはありますか？心がけていること、そうですね、自分が感じたり、なんかこういうふうに思ったとか感情とか気持ちをノートに書くようにしています。学んだこととか、自分が忘れてたもの、ここすぐ思い出したいものとか日記のようにつけてます。ありがとうございます。ありがとうございます。では以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の CM でスケルトニクスというロボットを初めてご登場いただいたとか操作いただいたんですけども、拝見するとすごくスムーズに操作されてたかと思うんですけど、初めて体験してみていかがでしたでしょうか？正直僕もっと扱っていろんなことをさせていただけると思ってたんですけど、もう結構ですって言われてすごく寂しかったですでもすごいこうなんかいろいろこうなんか可能性をすごい感じるので、なんかまたね、こう自分でももっともっとこうなんか鍛錬してみたい気持ちになりました。ありがとうございます。で、2問目なんですけども、今回の CM で特に苦労されたポイントとか、あと工夫したりこだわっていただいたポイントっていうのを教えてください。
そうですね、本当に、こうやって CM また広告の方もやらせていただいて、本当にずいぶん長くやらせていただいているんですけども、毎年やっぱりアップデートがあるので、そういう製品の素晴らしさをなんかこう CM を通じて皆さんにやっぱりこう見知っていただければなっていうところを、まあ、その僕のアクションだったりとかいろんなところで、まあ、そういう意味では今回やっぱりコスチュームがすごくやっぱりそれを象徴しているかなと。こっそりなんですけど、漢字で小泉になっています。はい、ものすごく忖度しています。はい、ありがとうございます。はい、以上になります。はい、以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もやってます。だ、すごい。すごいな。これをやりたかったんですよ。いいな。これやりたかったな。あ、まあね。今日無理だな。何気にちょっとずつ大きくできてるんですよね。あ、そうですね。そうなんです、はい、僕サイズに作り直してください。あ、わかりました。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、はい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。